はい、こんにちは、いちご豆腐です。それではゼルダの伝説ムジュラの仮面続きからやっていきます。魔法力回復してないんだね。というわけで前回剣を強化して混合の剣にして1日目に戻ってきました。で、今日は海に行く前になんかこの辺のボンバーズのやつやってみようかなって思うんですけど、まあ1日目からできるのはちょっとここ人を埋めていこうかな。ねえ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 、もしもし無視しないでよ。ねえねえねえ、この人はなんかアイテムがないとダメなのかな。この人とか悩みあるんじゃないの？なんか声が気持ち悪い。おほほほ、この人たちは悩みなし。ここなんだっけ？町の射的場。こんにちは。はい。あ、20ルピー足りない。ここなんだっけ？宝箱屋。うわー、ここもお金必要なんでしょ？そうなんでしょ？いらっしゃい、僕、おめえも集まってる？どう？遊んでいかない？ごめんなさい。ダメだ。このお店の、お店はまた今度にしよう。ぐるぐるおじさんは悩みないの？お、旅の学士ぐるぐるさん団員手帳に書き込んだ。いつだろう、この人が悩みあるのは。夜か。こんにちは。もう、もう会ってない人いないと思う。あ、思い出した。町長さんとかだ。町長さんとかに会ってない。あれ？この人。あ、邪魔邪魔。わしは忙しいんだよ。どう見ても暇だよ。旅一座の座長、ゴーマンさん。なんだっけ、インコーさんじゃなくてゴーマンさんなんだね。LINE手帳に書き込んだ。ゴーマンさんは、今日の夜遅く。どこにいるんだろう。こんにちは。いらっしゃいませ。なべかま店にようこそ。お泊まりですか？はい。え、やっぱりお泊まりなんですね。申し訳ございません。本日は満室でして、ご予約の方でいっぱいなんです。ごめんなさい。カーニバル前はいつもこんな感じなんです。ごめんなさいね。悲しい思いさせてごめんね。冷やかしなんだ。次回ご利用の際はご予約をお勧めしますわ。今後ともなめかま店をごひいきに。この宿が人気な理由を分かったね。この女の子のおかげでしょ。こんにちは。いいえ。前にも同じこと言っちゃったかしら。かわいい。町長さんのとこに行ってきます。ゴーマンさんじゃん。ゴーマンさんどこ行くの？ごめん。町長後天のとこに行くの？なんか用があるの？ここに。入れないよ、ここ。どうして？どうして入れるの、あなたは。あ、10時になった。入ってた。
何の用だろう。この人は悩みあるのかな。なさそう。はい、この人はどっち行くの。傲慢一座のものですが、今日奥様にお会いする約束が。はあ、そうですか。いいんじゃないですか、入っても。入らないの。入ってよろしいですな、お嬢さん。はあ、多分。てんてんてん。入っちゃうよ、私が勝手に。こんにちは。ダルブルーのマネージャートトです。名刺切らしちゃってるんで挨拶だけ。ダルブルーは我がゾーラ族の誇るスーパーバンドでね、多くの名曲を世に送り出した。有名なところで言えば風の魚っていう曲知ってるよね。知らない。え、知らない？本当に？あんな有名なのに。今回の公演がキャンセルにならなきゃ君に聞いてもらえたんだけどね。え、キャンセルになっちゃったの？残念だね。マネージャートトさん、団員手帳に書き込んだ。え、このトトさんも悩みがあるの。今日の夜か。でも、私としてもショーのキャンセルはとても残念なこと。ダルブルー久々のカーニバル公演だったからファンの皆さんに申し訳ない。でも歌姫があの状態じゃショーはとても。ああ、最近ゾーラホールは良くないことばかりだ。あ、なんかゾーラ族のなんか仮面とか手に入れないと解決できない気がする。こんにちは。あら、あなた見学の方、それともお願いしていた人探しのプロの方かしら。そうね、そうね、そうよね。だってあなたプロの顔をしているもの。あらやだ、忘れていたわ。探す人の特徴よね。そうそう、わかっているわ。捜索を依頼したいのは私の息子のカーフェイよ。知ってるでしょ。知らない。知らないの？そうなの？一月前に姿が見えなくなったの。大変なの。私心配で心配で、食べ物が喉に使えて体重が2キロも減りましたよ。え、それだけで減るってすごくない？そんなことは聞いてない。あら、ごめん、遊ばせ。どうなの？探してくださる？はい。あら、そうよね。プロだもの。じゃあ、お願いね。お、カフェの面と人探しを押し付けられた。行方不明のカフェ、かぶって聞き込みをしてみよう。町長の奥さん、アルマ夫人、団員手帳に書き込んだ。プロの仕事を引き受けた団員手帳に書き込んだ。プロの仕事？うわぁ、なんか出てる。え、怖いんだけど。仮面のマーク出てるんだけど。何？怖っ。怖っ、この仮面。とりあえずつけてみるか。こんにちは。あら、あなた。カーフェを探すようにお願いした方ね。それで何か分かったの？え、何なの？収穫ゼロ。いやね、もう頑張ってちょうだいね。ここに扉がある。なんだろう。あ、ここカフェのお部屋かな。チェック。カフェの日記。もうすぐ結婚式だ。少し気が早いけど式に使う婚礼の面が完成した。アンジはもう作ったかな。のんびり屋だからまだだろう。今夜はミルクバーで男友達だけの集まりがある。婚礼の面を見せびらかして精一杯のろけ話を聞いてもらう予定。っていうかさ、このカーフェさ、あれだよね。鐘を鳴らして一瞬顔を見せる男の子だと思うんだけど、アンジュと婚約してるんだ。ふん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 。じゃあアンジュにこの仮面を見せたらわかるかもね。その前に、あ、ゴーマンさん、こっちのお部屋に入られるのですか？ごめんなさい。その前に私はこっちでちょっと、うわ、喧嘩だ。これは聞いたね。町長ドトール氏、団員手帳に書き込んだ。
ドトール氏はいつ悩みがあるの？今悩みがある。この人じゃなくてドトール氏と喋りたい。ドトール氏とはどうやって喋るの？喋れない。この時間じゃないのかも。入ってった。何の話をするんだろう。てかこの画面だけ見たらさ、奥さんがさ息子の顔を剥いだみたいな疑惑が。わあ、変な顔してる、コピー売ってる。アロマ奥様、ゴーマンでございます。お久しぶりでございます。今回の時のカーニバル興行よろしくお願いいたします。あら、やだゴーマン、ちょっと大変よ。と申しますと、あなたのところにお願いしたステージの前座だけど、はあ、キャンセルになったのたった今。なんですと。私から説明しましょう。いや失礼、私は今回ショーを務めさせていただく予定でした。ゾーラバンドダルブルーのマネージャーのトトです。今朝お月になったの。実はグレートベイの海岸で異変が起こりまして、私どもダルブルーの歌姫ルルが異変のため声を失ってしまったのです。なぜなの？詳しくは長くなりますので差し控えます。とにかく今回の時のカーニバル興行キャンセルさせていただきます。ほらね。ということはゴーマ一座は お仕事は出番なしってこと。そんな。以上よゴーマン、また来年ね。私別件で忙しいの。海に行かないとダメっぽいな。わし、いやゴーマン一座は一体どうしたら。ゴーマン、くどいのは顔だけにしときなさいよ。いやね、もう厳しいね。とりあえずだいたい埋まったかな。アンジュさんに話を聞きに行こうか。アンジュさんいない。あ、いた。何作ってるの？うち、元は食堂やっててね、先代が亡くなってからサービスでやっていた和菓子を本業にしたの。客室2部屋の小さな宿だけど、この時期はいろいろな地方から人が訪れて、ほら外で芸人さんが練習してたでしょ？ 2 階の大部屋のお客さんで毎晩歌と踊りで賑やかよ。午後から来る予約のお客さんお隣だから気の毒ね。急がなきゃ午後にお付きのお客様が来ちゃうわ。省略して大丈夫？てかこっち見てくれないから話をしてくれないな。アンジュのおばあさんなんか喋ってくれるかな。こんにちは。おや、ドトールくん。ドトール市長。いじめられたら先生に言うんだよ。わかったね。ドトール市長とそっくりなんだ。おばばの日記。今日も孫が食事当番だった。ああ、早く終わってくれないものか。あれを口にすると寿命が縮む。アンジュさんのご飯食べずに済む方法を考えついた。明日からやってみようと思う。騙すのは気が引けるが。まずいってこと？省略とか言ってたもんね。このおばあさんの話を聞いてもいいけど夜になっちゃうんだよな。まだ埋まってない人がいるんだけど、ちょっと話を聞いてみようか。
朝まで。朝までか。時のカーニバルにする？うん、やっぱり寝ちゃうんだよな。さて、今何時になったかな。そろそろポストマンとか、あー、ちょっと待って、ルルル、もう時間ないのにダンスはまだできない。曲はもうできているのにダンスはまだできない。誰か教えてあげてよ、彼女たちに素敵なステップを。ルリルリー、回転。でもこの人たちはまだ悩みの時間じゃないんだよな。喋る。あ、そのお面、あなたもカーフェを探しているんですね。え、それだけ？それだけ？待って、この時間に誰か来ると思うんだけど。あ、来た。ポストマン。知らないのだ。知ってても秘密なのだ。知ってるな、こいつ。知ってるぞ、こいつ。知ってるのだ。あの、これは？確かにお届けしたのだ。あ、待って。この手紙はどこで？ポストなのだ。そうじゃなくて、どこのポストで？どこかのポストなのだ。そうじゃなくて。教えてください。秘密なのだ。そうじゃなくて。教えろ。これ今怒ってることだな。この上の段のやつだよね。上の段のやつだ。あなたもカーフェを探しているんですね。お願いがあるんです。彼を、カーフェさんを探す手がかりがあるんです。今夜夜の11時30分にうちの厨房に来てください。話はその時に。夜会う約束をした。夜の11時半。分かった。ポストマン。怪しいな。ついていくか。夜の10時半ならまだ時間ある。ほっといていいんだろうか。夜の10時半。この下のさ、びっくりマークは何を意味してるの？ポストマンは届けただけだから多分意味はない。追いかけてもこいつを。多分。でもアンジュさんも10時半まで用がない。じゃあやっぱポストマン追いかけようか。あとお面屋ってさ、なんかある？悩み。そのお面、カーフィーのお面ですね。そのお面には母親の心配した気持ちがよく表れています。
ただ残念ながらそのお面は私の探しているお面じゃありません。その調子で私の仮面も頼みますよ。この人は悩みはないんだ。そりゃそうか。どこ行った？こいつについていくぞ。待って、この辺の人ってなんか知らないの？どこかで見たのはどこかってこの辺だけど、ごめんな、忙しいんだわ。あれ、月か。ポストハウスに入るのだ。4、5、6。わあ、びっくりした。トレーニングの邪魔をしないのだ。今は時計を見ないで頭の中で10秒ぴったりに走るイメージトレーニングをしていたところなのだ。変な人、バカにするかもしれないけど、これが結構難しいのだ。やってみる。あ、10秒ぴったりってこと？ A でスタート。はい、うわぁ、もう一回、もう一回。え？ぴったりって難しいよ。どう？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うん、惜しいのだ。危なかった。いやいや、こっちの話。もうやらないのだ。じゃあトレーニングの邪魔なのだ。だから僕は時計を見ないでやらないのだ。それだけ？もしかしてなんか時間が見えるようになったりするのかな。今週の周回スケジュール。それだけ？カーフェ、いや知らんで、そんな子。おい、知ってるだろ絶対。知ってるな。知ってるのに隠す理由は？カフェはこの人なんだよね。この人、絶対この人で。よし。ダメじゃん。すぐ帰っちゃう。じゃあ逆にしてみる。ここを攻撃してカーフェを矢でいる。あいつ無敵か。もう人がいっぱいいる。あんたもカーフェイ坊ちゃんを探しとるのか。まだ分かっておられない様子だな。アルマ奥様は、坊ちゃんは逃げるような子じゃない。
姿を現さないのはきっと理由がある。待つのさ、時間が来たら必ず姿を見せる。まあそれが待てないのが母親というものか。何ジロジロ見てやがる。あんたたちのショーはキャンセルだそうだな。あ、なるほどね。会員証はどうやってもらえるんだろう。外したら教えてくれるかな。店は夜からだよ。それからここは会員制でね。会員証は？どっかに落ちてないかな。やった、何人目。おばさんしつこい。だからカンフェイアンジュとの結婚ペケしたいんじゃないですか。いいんじゃない、彼そうしたいんだから。無粋ですよ、もう無粋ですよ、もう。え、どういうこと。私ぐるぐるさんが夜にここにいるのは知ってんだよね。一回見たんだけど。喋る。ただ部屋で運送していたらうるせえって怒られちゃった。あー悲しいから昔のことを思い出そう。あーそうしよう。え、怖い、音楽消えた。お客さん、僕はね昔動物楽団にいたんですよ。犬とかロバとかの。なんで人がいるのか、なんで人がいるのか。それは人も動物だからさ。で次で音楽止まるんでしょ。怖い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 。みんないいやつだったよ。でもね、気に入らないことが一つあったんだ。それは次。うわうわ、なんで犬がリーダーなのさ、なんで犬がリーダーなのさ。それは僕が悪いのか。これ歌えない。その犬がさ、すごいやつで、どんな動物相手でも立派な楽団にしちまうんだ。うん、だから僕は盗んだのさ、犬のお面を盗んだのさ。リーダーのお面だから欲しかったのさ。なんか闇が深くない。でももういらないや、お客さんにあげるよ。ブレーメンをもらった。動物楽団のリーダーのお面、動物の子供に使ってみよう。リーダーは教え上手でね、団員の成長早かったな。あっという間に一年前さ。罪の告白を聞いてやった。団員手帳に書き込んだ。罪の告白。あ、これもう終わってるじゃん。一番右にシールついてる。じゃあぐるぐるさん終わりなんだ。へえ。2日目の夜も何かしないといけないのかと思ったけど、そんなことはないんだ。動物の子供って言ったら、ここにいる犬とか。リーダーは犬とか言ってたもんな。マーチ。何これ。何これ。